優勝戦1号艇新見選手です。優出おめでとうございます。 ありがとうございます。優勝戦を迎える船橋いかがでしょうか。そうですね、今日前半回転上がってなかったんで、後半深くなると思って回転上げていったら結構感じが良かったですね。準優の船橋は納得という感じですか。そうですね、足は叩いてペラ叩いて正解でした。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。とりあえず回転は上がったんで、あと明日の気温とあれね見て調整しようかなと思ってます。優勝戦1号艇です。コースについてお願いします。そうですね、ピット離れで失敗しない限りはインカレ行きたいですね。今節のスタート感しやすさの部分いかがでしたか。やっぱり回転上げていった方がスタートしやすいんで、今までがちょっと足りなかったのかなという感じはありますね。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。そうですね、せっかく1号艇なんで優勝できるように精一杯走ります。優勝戦2号艇鈴木選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの仕上がり船橋いかがですか。そうですね、今日ちょっと初めてペダル叩いたんですけど少し外しちゃったんでやり直そうかなと思ってます。ターン周りの乗り心地の部分いかがでしょう。今日の朝までだったらかなりいいです。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。プロペラ戻すだけです、はい。優勝戦2号艇です。コースについてお願いします。ピットマナーで一緒だったら2コースから行きたいと思います。今節のスタート感時計との前いかがでしたか。そうですね、いつもの浜中よりは届くと思います。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。そうですね、何とか優勝できるように一生懸命走ります。応援してください。優勝戦3号艇金子選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの船橋仕上がりいかがでしょう。そうですね、久しぶりに乗り味もいいですし、いい感じで来てます、はい。明日の優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。いや、もう微調整ですね、はい。優勝戦3号艇です。コースについてお願いします。3コースから行こうと思ってます、はい。今節のスタートについてはいかがですか。そうですね、早いのをいくつもやないんですけど、10から20の間を狙っていってます、はい。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、久しぶりに、ね、優勝戦乗れたんでね、一生懸命前走れるように頑張ります。優勝目指して頑張りますので応援してください。優勝戦4号艇服部選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの仕上がり船橋いかがでしょう。まず普通な感じですね。ここがいいというところありますか。特徴はそんなにはないですね。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。やっぱりペラを中心にやっていきたいと思います。優勝戦4号艇です。コースについてお願いします。何もなければ枠なりで。今節のスタートについてはいかがでしたか。これだけはね、あんまりいけてないんで、はい。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、ベスト尽くします。優勝戦5号艇渡辺選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの船橋仕上がりいかがですか。いや、もうずっと抜群です。特にここがいいというところありますか。いや、すべていいです。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。いや、もうペラの微調整ぐらいですね、はい。優勝戦5号艇です。コースについてお願いします。離れ次第ですけど服部君に乗っかっていきたいと思います。今節のスタート感時計との間合いいかがでしたか。あまり決定ないと思います。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。そうですね、連覇できるように精一杯頑張ります。応援してください。優勝戦6号艇上田選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの船橋仕上がりいかがですか。そうですね、伸びは普通ですけどあとは全部いいと思います。今節はリング交換もありましたけれども、この辺のところ準優の足いかがでした。はい、上積み狙って変えたんですけど元に戻したんで、はい。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。もう今日の準優のレースの足が良かったんで、はい、そのままいきます。優勝戦6号艇です。コースについてお願いします。もう、はい、6コースからいきます。今節のスタート感時計との前しやすさの部分いかがでしたか。そうですね、ちょっと難しいですけど6コースだと一定心ぐらいはいけると思うんで頑張ります。それでは
優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。ベストを尽くします。